テルギーの今夜もテルメシ。はい、皆さんこんばんは。テルギーチャンネルテルでございます。今夜もテルメシ始まりました。今夜のメインディッシュは魚でございます。魚の煮付けですね。はい、何の魚かは分かりません。はい、さらにきゅうりのお漬物、自家製のらっきょう、なんか唐辛子が浮いておりますな、3つぐらい。はい、そして今日は卵かけご飯をやってみます。まずはじめにこれをよーくかき混ぜます。混ぜ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 、混ぜ混ぜ、ある程度かき混ぜましたらこういうふうな状態になります。これをご飯の真ん中に注ぎます。注ぐというよりも入れます。入れましたらこれもまたさらに混ぜ混ぜでございます。混ぜ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 、白いご飯が卵色に染まりましたらこれで完成でございます。はい、ではこれで今日はいただいてみます。いただきます。実食。では卵かけご飯を飲んでみます。うん、今卵かけご飯を飲んでみたらかなりうまいです。はい、ではメインディッシュの魚煮付けを食べてみます。うん、なんだろうね、これ甘パチかな、なんかそんな感じがします。カンパチですな。はい、なんかカンパチを入れずに取ったっていう感じですな。これはただのじいさんのダジャレでございます。気になさらないでください。ではきゅうりの漬物を食べてみます。うん、舐められない、止まらない。うまいな、これ。カンパチもうまいですよ。なんか
魚を食べると頭が良くなるっていう歌があるじゃないですか。あれどうも本当らしいですよ。なんか魚に含まれている成分がね、頭の回転を早めるとか早めないとか、学者さんが言っとるから間違いないでしょ。魚を食べると頭が良くなります、はい、うん。自家製ですからな、ラッキョウ、うまいですよ。魚はね、たまに骨がありますからね、気をつけて食べないと。喋れないほどうまい、はい、うん。食後のデザートは海老スナックだね。そして胃が悪くなったら胃腸薬。準備万端でございます。はい。うまいな。うまい。Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue.
そういうわけでね、今日の今夜の昼飯は魚の煮付け、だからなんだこりゃ、きゅうり、漬物、らっきょう、卵かけご飯でお送りしました。ではまたお会いしましょう。バイ。